足立彩子様、東武トップツアーズ荒木優香様、第71回札幌雪まつりの開会を宣言します。ご視聴ありがとうございます。北海道ファンマガジン編集部のターさんでございます。今日はですね2月4日から行われております札幌雪まつりの模様を皆さんにお届けしていきたいと思います。今ね、大通公園の1丁目ちょうどこのテレビ塔があるところでございます。まあ有名ですね。この雪まつり会場をですね1丁目ごとに小出し小出しで、お届けしていきたいと思います。まずこの動画はですね1丁目と2丁目の会場を余すところなくご紹介していきたいと思います。まずですねテレビ塔の下にやってきたんですけどキングコングの西野さんの絵本のなんかねブースがあって、これねクラウドファンディングで募ってたんだよね。なのでこれやっとこういうのができるっていうことなんですね。これはまだ入れないんだね。テレビ塔のキャラクターテレビ塔さんです。久しぶりに見たなテレビ塔さん普段会えないよね。バンジートランポリンやってる。うわすごっすごっ楽しいねこれはね。大通公園1丁目の会場は JCOM 広場になりますね。ここでキャラクターショーとかいろんなショーがあったり、あと飲み物食べ物がいっぱい並んでいるグルメストリートになりますね。わあ美味しそうなのいっぱいあんなあ。こういうなんか甘酒とかいいね。すごい人。スケート会場になってるんですけど、今回オープニングセレモニーで安藤さんが来るんですよね。ほらでスケート滑ってくれるんだって。なかなかちょっとこの人混みで映せるかな。無料休憩所がある。え、スマホ充電できるっていいね。お子様にはお菓子もご用意してますさあ続いては大通公園2丁目の会場になりますね。2丁目はカムイ雪広場ですね。アイヌとかをモチーフにしている会場なのかな。なんかイベントもやってますね。あ、写真撮影もしてますね。札幌雪まつりのコカ・コーラブース休憩所。ちょっと個人的にコカ・コーラ大好きなのでなんかいろんなの並んでる。あ、この瓶のうまいんだよね。瓶じゃないかこれ。これうまいんだよ。入れるかな。ちょっと入ってみよう。オープンって書いてあるけど、すげえあったかいと思ってたけど今3度4度なんだねマイナス。今日あったかいよ。ああ、こうそういうことね。飲めるんだ。ああ、自動販売機があるのね。あ、マスク、あ、グッズとかも売ってる。マスクも売ってる。リップケースってかわいい。札幌雪まつり限定デザイン館だって。ちょっと買ってみよう。誰誰なの？何のキャラなの？買ったよ。見て見て、札幌雪まつり限定デザイン館。あ、後ろが今年のあれなんだね、ポスターの柄が入ってるんだね。ほら、北海道限定って書いてある。ちょっと開けてみるよ。ほっ、もう一個ある。あ、黒い。あ、こっちがゼロカロリー、コカ・コーラゼロの缶だね。ほら、雪だるまがいっぱいいる。こっちが普通のコーラ。かわいい、かわいいね。いいじゃん、とってもいいじゃん。まあ中身は普通のコーラだと思うのでここで飲んで美味しいっていうのもちょっと違うと思うからやめておくね。フードコートもあるんですね。なんかいろんなのがあるね。こっちは何だろう。あ、ゴールデンカムイだ。あ、AR で見れるんだって。あ、そういうことね。あそこに映すとキャラクターが出てくるってこと？わ、やりてー。でもこれファンマガでやっちゃったらみんなあれだよね。ここに来てちょっと体験してください。あ、でも雪像かわいい。そうだ、椎葉さんのご家族もあっていいね。アレンの人々の生活に触れたのも。ということで、札幌雪まつりの1丁目と2丁目会場を皆さんと一緒に見てきました。まあね、1丁目はアイススケートがメインだったりとか、2丁目はカムイ、ゴールデンカムイとのコラボもやってましたけれども、この後も引き続き3丁目4丁目と、全会場を回っていきたいと思いますので、ぜひ引き続き動画のチェックをお願いいたします。もしよかったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、ファンマガジンでした。